はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回もモンスターファンバトルカードプレイしていきましょう。で、今回は大会ですね。大会って言っても、ディノカップかな、今回。まあ、メンツが大したことなければ、カットでもいいかなって感じですね。ヘンガーもいいけど、ヘンガー持ってたっけな。プラントはいらんから、ディノ。はい、勝ちましたと。意外に苦戦しましたけどね。全体技が活躍してくれました、今回は。まあ、トーナメント表も綺麗になって優勝ですね。ここでディノゲット。もう普通に B ランクとかでも勝ってるからな。さあディノ、使いたいんだよな。ディノは跳躍あるかな。跳躍ないか。ウンバル、さあディノが使えるかな。ディノはちょっと技カードが足りなくてデッキに入れられないですね。狩人かな。あ、まだか。レストラン、あ、まだレストランか。おお、なんだザビエル。なんだ、床抜けてんのか。神父さんもバトルカードやってんの。お、今回運いいな。高校ばっかだな。四川高か。まあ普通に全部食べるか。結構いいデッキだな。ピクシーで、ゴーレムのパワーもあるしな。モノリスってどうなんだろうな。パワーあんのかな。お、賢さ技が与えるダメージ。賢さ技そんな持ってないから。でもゴーレムも賢さ技持ってないだろう。どうなんだそれ、デッキのコンセプトとして。これでゴーレムは一撃圏内しといて。死ぬか、これで死ぬか。死ねば一気にダメージリソースを奪える。よし、ライガーのこれは打っていきたいな、積極的に。いや、賢さ技使ってこないんだわ。あ、これはライガーの体当たりと同じだな。あれ意味あるか。ライガーがやばいで死ぬから。
3枚ガッツ。ライが交際なかったらラッキー。よし、モノリスかな。モノリスが全く本当の地蔵なんだよな。何もしない。うわ、来たか。ライガー、ライガー。よっしゃ。ラッキー。普通ゴーレムに映すだろ、これ。欲をかきすぎたな。お、キック。キック、モッチホは無理か。モッチャン、キックはいけんな。2回連続でかわせるか。まあ1回目はかわされる。でキック、これ当たるだろう。2発連続は回避できないぞ。よし、勝ったな。もうライガーは死んでいいだろう。お役ごめん。お、5枚勝手にしてきた。あ、ないのか。まああと1日しとくか。次ガッチョで決まるだろう。何してくるかな。いや、今さらそれかい。だからって感じだな。あとガッチョでも終わりかな。防御技使われるとやばいけど、やばいというか倒せないけど、普通に当たったな。うん、まあ最新ゴーレム倒せたのがでかかったな。全部神のせいにしてんのかこいつ。教会行けるようになった。あ、ピクシーのカードか。キッスが欲しい。お、キッス。ステップ。まあ、結構いいのくれたな。ピクシーは入れれるかな。はい。では、ピクシーを入れていく次は、ライガーを抜いてピクシーを入れて、挑んでいきたいなと思います。境界かな。結構出てきたな。あれ、結構戦った人ですけど、なんかモンスターカード持ってんのかな。モンスターカードは。はい、ピクシーを入れてのライガー抜いて。まあちょっとそんな技カード揃ってわけではないんですけど、まあ全然使える範囲では持ってたんで入れてみました。あ、相手もピクシーか。さあ回復、これはまあ強いよな。2枚までか。これ持っとこうかな。飛ばし意味なくない最初。
いや、ゴーレムは撃てないぞ、技これ。まだないか、我慢はいいか。ピクシーはちょっとライガーよりはパワーない感じかな。その代わりガッツダウン技があるんで、それをうまく使っていきたい。デコピン、デコピンガッチョ。ライガー、まあまあまあ、このまま一撃圏内にしておいてですね。ガッチョ持ち気かな。今回はこんな、あ、舞い上がるはいらないか。そんなってガッツないもんな。お、キッス来たけど、桜かな。これでほとんどもう一撃だろう。ピクシーは回避。まあこれは全然いい。キッスを残しておいて、うん、キッスを残しておいてですね、次打てたら打ちたい。あ、回復か。ライガーがいたらもう一体倒せてそうなんだよな。まあ、ライガーもライガーで強いからな。ガッツ2にこれ使うのもったいないから。あ、でもないのか。使っとくか。まあこれで動けないだろうし。回避カードあんのか。おお、回避カードあったのか。でも2使ったな。2使わせたのはいいですね。ガッツ、まあ実質ほとんど変わらないな。キッスが当たったのと、そのガッツじゃ何もできんだろう。なんだこれ、キック、あ、キック、もっちゃん体当たり、キック、これでもう KO 負けはないな。で、あ、緊急回避か。で、ということはもっちゃんが当たるから、うん、ピクシーをあと1にしとこうか。これからライフにやってくるとピクシーは強いな。回避にガッツ使いすぎだわこいつ。舞い上がる。うん、デコピン。ライガーはガッツないと回避は使えないんじゃないかな。うん、ほぼ死にかけの2人か。あと2体言って結構山ほどなくなったな今回。重いな、技が、技が重い。これ当たってくれ。
よし、意外に山札やばいからな。あとはガッチョが来てくれたらもうガッチョあるかな。あ、ライトニング回復されない。あ、これで決まるわ。ガッチョもあったけど、まあ必殺技としては強いな。ライトニング決め技、効率は悪いんだけど。コルト、あ、コルトな。モンスターカード持ってないのか。お、ピクシーの技くれた。引っかき0で1か。お、キッス魅了、あとは頼んだ。あ、回避技が欲しかったんだけど仕方ないな。これはん、なんだ、大会か、手紙か。あ、大会か。ヒーローカップ出たいな。お、また来た。なんかあれ、おばちゃん、おばちゃんもカード持ってんのか。持ってないのか。クソ、おばちゃん。さあ、おばちゃんに勝って、うん、お、ナーが入れとる。ナーが入れとる、めっちゃ弱そうだけどな。おばあちゃんナーが入れてしまったか。その時点で負けだからな。キッス、いいの来てくれた。まあ一撃死もあるからな。ガッツ貯めてくるな。もうキッス来すぎだろ。何枚来るんだよ。キッスと、さあナーガさんが足を引っ張りますよ。回避技持ってないだ。早くも足を引っ張り始めた。キッス打ちまくってやろうか。さてさて、まあ打つまでもないな。キックデコピンかな。ガリが結構怖いんだよな。パワーある、結構。伏せる、回避か、うざ。まあキッスを打てるようにしといて。ガッツ3は別に打たなくてもいいからな。チョップ、さあ当たってくれ。よっしゃ、ガリやった。これはもう勝っただろう。モノリスがよくわからないんだよな。でも明らかなんかあれだな、ダメージっていうか山札使うようになった気がするな。これは強いな。2で3のダメージ与えて回避されないで強いな。これナーガの最強技かな。これは確かに強い。そんな技もあったのか。キック、ナーガ殺しとくかな。カウンターもあるけど死んだ。
串刺し打って死んだか。こいつはマジ入れない方がいいってな。弱すぎる。アタック。まあこれは全然強くないな。今さらピクシア殺しても遅いぞ。ダブルチョップ持ち切ってもうほぼ一撃圏内入れとくか。まあ、これで勝つだろう次のターン。キックライトニング、ガッチョとライトニングで回避技は、まあ防御技使われたら、ああ大丈夫だな。これで勝っただろう。よし、弱いなおばちゃん。ナーがなんか入れてるから。さあ何くれるかな。ガリのカードとかいらんぞ。ナーガとかは、ナーガのカードはいらんぞ。ガリか、これ強いな。まあまあだな。これはまあ強い。これはこれはガッツの消費がでかすぎるな。これもガッツの消費がでかすぎるわ。3も使ってんのか。結構使いづらいキャラクターだな、ガリは。はい、ということで今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローも良ければよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。